今回の大内もミュージアムでは、風土記が伝える古代東海道と題して、古代の道についてお話しいたします。古代の日本では、平城京や平安京などの都を中心に、放射状に伸びる幹線道路が整備されていました。地方に向かう7つの道があり、これを駅路と言います。約16キロごとに馬屋という施設も設けられました。東国に向かう駅路は、東海道と東山道の2つのルートがあり、常陸国は太平洋沿いを通る東海道の終点になります。風土記が残る常陸国の場合、奈良時代の駅路や馬屋について、風土記から具体的に知ることができます。風土記は、和道6年、西暦713年、地名の由来や産物、伝承などをまとめるよう命じられ作られたものです。現在までまとまった形で残っているのは、常陸国を含め5カ国だけです。東海道の駅路は、下総の国を通って常陸国に入ります。その様子が風土記に書かれています。ここからは、駅路が東海の大道と呼ばれていること、玄関口は江の浦の津であること、そこに馬屋があったこと、ここを通るものは東を向いて鹿島神宮は拝礼することになっていたことなどが書かれています。江の浦の津から先は、霞ヶ浦の西岸の大地上を北に進み、土浦地域に入ります。古代の駅路は幅が広いまっすぐな道で、現在もその痕跡が残っているところがあります。写真左は、田中八幡神社の前を真鍋方面に向かう道路で、駅路の想定地とされています。写真右は、その先の殿崎付近です。写真左は、さらに北に行ったところで、切通し状の坂になっています。右の写真は、この坂を降りていった先から撮影したものです。市内では比較的良好に残っている古代道の痕跡です。私たちの足元に、奈良の都まで続くまっすぐな道が1300年前に通っていたことを想像すると、とてもワクワクします。